信長の野望出陣。さあやってまいりましょう。年賀シューターと申します。よろしくお願いいたします。ザ・タップで開始、まあ開始っていうかやってましたけどね。はい、今回はですね、歩いて戦う以外に楽しめること、3点、この3点紹介いたしたいと思います。もう特色と言えるところですね。うちの周りあんまり見るとすぐ分かるんで、場所が、はい、うちの周りはすぐ場所が分かる、知ってるリスナーもいっぱいいる。もうじゃあ今更いいじゃないか、やかましい。新規でいろいろまたいたずらされたら困るんだよいたずらされてんのかい。いやされてるよ、すごいクラクション鳴らされるからね、何にもない場所なのに。やめろって。だから分かった分かった、君が誰か知らないよ。さあ余計なことはいいとして、まずですね、こうやってね歩いていろいろありますね。こういうリソースね、取っていって、これを利用して戦ったりするわけですけどもね。資源を利用して、軍備を整えたりして、まあそれだけじゃないよというところが、ありまして、機能でですね、図鑑、これ武将名鑑、名城図鑑、名所録ありまして、まず名称図鑑からね、名称名鑑か、名称名鑑から見てみましょう。名称名鑑ですね、これは武将をですね強化したり新しく獲得したりするとですね、このようにこの図のようにですね、 N でも覚醒5回でポイントが入るということですね。こうやって繰り返していくと名鑑ボーナスでですね、この兵科の強さが上がると。だからですね、集めて、まあ捨てたりはもちろんしないと思いますけど、全部集めて強化すればそれだけ結果が出るという感じですね。やっぱりね、ボンクラ武将っているじゃないですか、いろいろね、今川氏真とか他にもいるかな、斎藤の何がしとかねいるじゃないですか、もう使いのやつがね、辰興とは言いません。そういった武将もですね、とりあえずランクアップさせてあげれば、なんかの足しになるというところでございます。はい、次こちらですね、2点目、名城図鑑、名所録、これがねなかなか面白い。うん、もう歩いていかなくていいんですと、車で、バスで電車で新幹線でいろんなとこ行きましょうというところですね。これだって北海道だけで56あるんですよ、まあ、道東道南で分かれてますけど、まあ見ていくの大変なんで。で僕千葉なんですけど、千葉でちらっと見ますと、まあ千葉のことなんで私ね、さすがにちょっと詳しいところもありますんで、千葉のあれですね、名所は貝塚が多い。とにかく貝塚が多いんです。あの千葉県民ってね、貝ばっか食ってるんですよ昔から言い過ぎだけどね、ハマグリとかすごい今でも取れるけども、あの意外と知られてないのが、千葉県全体というより千葉県木更津市もあれかな、あの貝がね多いんですよ。やっぱり地層に貝が多いせいで水質が硬質なんですよね。これはね、あの沖縄と同じくらいか沖縄以上の硬質なんですよ、あの貝が多いせいで。全然関係ないこと言い始めましたね、出陣のね。はい、あとはですね、名城に入らなかった城、例えば、里見市城跡、これ君津市久留里ですね、これ久留里城のことです。なぜか久留里城って表記を、させてもらえないこの名城に入れてもらえなかった久留里城などの城はね、里見市城跡とかいう風についてますね。あとはもしかしたらその久留里城っていう名前の権利がちょっと金かかるとかいう問題もあるのかもしれないですね。はい、里見市の他にはね、あと確かもう一つあったなと思うのが、元桜城は元桜城なんですよ。なんでか元桜は元桜ね、元桜なんですよね。これ元桜のところにこれ、あーこれなんか大桜駅、こういうのもついてますよ。でこれが利根川なのかな。昔はねこの元桜の周り、この北側は全部香取の海って言ってね、大きな汽水湖だったんですよ。それはもうすごくないですか。これ印旛沼あって、このさらに北にこれ霞ヶ浦とかあって、これ全部
あれですよ、きつい子だったんですよ昔は。またちょっと出陣に関係ないこと言い出しちゃった、ごめんなさい。すぐ関係ないこと言っちゃうの。はい、というわけでこういったですね、名所録ちょっと近所だから行ってみようかななんていうところが結構ねあると思いますんで、日本全国、これは沖縄までねあると思いますので、ありますね。その他もあるよ。その他って何？え、これ何、これ何、これ奈良県奈良市石の唐戸古墳、それはその他に入るんだ。わかんねえな。なんかいろいろあるんでしょうね、事情が。なんだろう、どういう事情なんだろう。下越国境城跡群および道、金沢市だよ。でもこれ小山ごぼうとかあそこら辺ですね。あ、これなんかすげえ読みづらいの来た。佐賀県、これ読めねえ、全然読めねえ。カッコは城ですよね、これ城。え、西って書いて城じゃないかな、違うかな読みは。なるほど。その他なんだこれ。あ、鳥海山だ、鳥海山。これは山形県ね、霊山。中山道とかもあるけど、中山道って何、中津川市まで行かなきゃいけないの。中津市じゃない、中津町じゃないね、中津川。これ岐阜ですね。ここまで行かないと中山道とは言えない。他には、あ、木曽川、熊野三山、山陰道。これはちょっとあれか、またいじゃってるやつか。いろいろ県をまたいじゃったりして、富士山もここにいる。富士山、富士宮市、北山って読むのかな。見てみましょうか。はい、ドン。何にもない、富士山何にもない。怖怖いよ、何にもない。嘘だろ、富士山登頂しないとこのゲームコンプリートができないぞ。富士山登頂きついな、マジか。まあ皆さんもなんかね、ここ行くの結構きつかったですとかあったらね、教えていただきたいですね。あ、もう一点ですね、歴史機構、これもあるんですよ。さらにまだ旅させるんですよ。東海道五十三次ぎ的なやつですね、あります。日本橋から始まって、京都までですね行くわけですね。これバババババッとババ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 バね、いろいろありますね。さあ進んでまいります。僕が手動でポチポチ押して進んでまいります。さあ来ましたね。あ、見えてきた見えてきた。さあ京都三条大橋、55宿ですかね、55宿あります。53次じゃないですね、55宿。あ、違うか、三条大橋と日本橋の間に53の宿があるのかな、そんな感じでございますね。これ70万4000歩です。70万4000歩。これ歩くには会社辞めなきゃいけないんですね。会社辞めましょうね、これね、歩いていくにはね。はい、そんな感じですね。53次楽しめますんで、皆さんね、新幹線でね、例えばね、あっちこっち行く用事とかあったりしたら、これ行けるんじゃないかなと思いますね。はい、途中下車してね、あのあれで行きましょう、小玉で行きましょう、小玉で。いちいち小玉で降りて、小玉で降りてね、5日かかるね、5日。はいはい、3点目はですね、先ほどちょっと言いましたけど、内省ですね。まあ、僕まだ解放されてないんですけど、内省したりして、まずそのリソースを生んだりして、兵糧ないと戦えないんで、まずあとはそれを編成ですね、武将を編成する、ね、今もこれもね解放されてないんでできないんですけど、武将編成も楽しみながら、あと装備なんかも出るし、そんな感じですね。で、対人戦はですね、なんかすれ違いの人とやるらしいんですよ。もしすれ違ったらやることになるという感じでございます。で、イベントとかもですね、桶狭間の戦いとか今やってまして、ログインボーナスがあったりする感じですね。まあ、これは列伝イベントというもので、起源の灯火を集めて物語を進行させようなど、なかなかですね、
ただ歩いて戦うだけじゃないよっていう感じの機能が盛りだくさんあってですね、まあまあいいんじゃないでしょうか、楽しめるんじゃないでしょうかという感じいたしております。あと一番下ですね、お知らせの一番下にあるんですけども、お知らせの一番下ここね、一応皆さん読んどいた方がよろしいと思いまして、この各城訪問時ですね、お城訪問した時などね、私有地のケースが結構あるんで、これね、その私有地のルールを守んないとやばいですよっていう話ですね。あとはまあ本当私有地じゃなくても道でも指導の場合ありますから、そこら辺ね、地域住民の方の道だったりしてね、なんかね、警察呼ばれたりもなんかもね、リアルにありますんで、僕もなんだっけな、ドラクエのやつやってた時にすごい近所だったのに、まあ夜だったからっていう理由で街灯の下で戦ってたのに警察呼ばれましたからね、警察呼ばれたっていうか変な車につけ回されてさらに警察呼ばれたってことがありますんで、いや本当にね、なんだろうね、お互いに迷惑なんでしょうね、だからね、そういうことしたらね。なので、変なことに巻き込まれることがありますんで注意して遊びましょうということですね。そういうことで、なんだろう、一番下にご訪問時に特にご確認いただきたいお城について、八王子城、岡城、鹿児島城は特にご確認いただきたいというところですね。僕八王子城はね2回行ったことありますけど、ここはですね山城です。八王子という割に山城なんで、かなりの急勾配というか、あんまり道がないですね、まともな道ではないです。城跡を見学するっていうレベルじゃないです、ね、八王子城は。はい、普通に丸太とかもね道を遮ってたりしますし、もうトレッキングシューズですね、これは。本当に山道を歩く用の装備にしてください。サンダルは絶対怪我します。絶対とは言い切れないですけど、普通に木が貫通してくるような場所だったりするんで、ここはですね普通のスニーカー以上のものを履いた方がいいですね。まあただこれはね北条氏のお城でね、排水溝なんか、当時の排水溝なんかもね普通にまだ現存してますし、いいお城です。で岡城はあれですよね、九州の岡城ですね。ここもかなりの断崖絶壁なんで、八王子城ぐらいやばいところだと思いますんで、注意はちょっと読んでないですけど、そういうこと書いてあるんじゃないかなと思いますね。鹿児島城ちょっとわかんないです。はい、これ行かれるから鹿児島城のとこ見ていただいて、そのルールをご理解された上で行ってくださいということですね。はい、というところで信長内部出陣、本日から遊んでまいりたいと思います。興味持った方はダウンロードよろしくお願いいたします。案件動画じゃないのにずいぶん丁寧だね。またんご。